こうしてプールへ向かった。先輩、早く早く。ちょ、待てよ。プールは逃げないよ、舞ちゃん。逃げなくても待ちきれないんです。ほら、早く。かわいい。はは、早くんって。もうよし、じゃあ速攻で着替えてプールサイドで待ち合わせしよっか。はい、全速前進だ。舞ちゃんの水着は多分ワンピースだな。腰の周りにフリルがついた、そんな感じでしょうね。ビキニではないな。舞ちゃんはまだ着てないな。女子は着替えに時間がかかるからな。女子の着替えに時間がかかることをさも分かってるような発言、腹立つな。お前に何が分かるというんだ、初めてのデートのくせに。どんな水着なんだろう。セクシー系というよりは可愛い系だろうな。先輩、お待たせしました。スリングだったりして。それはそれで。おお、ワンピじゃねえのかよ。そうか、なんていうのこれ、セパレートか。セパレートのチューブトップブラ、なんか例の下着っぽいな。真ん中に猫ちゃん、んー、猫ちゃん、猫ちゃんのなんつうの、肩で穴を開けてほしいな。やっぱり可愛い毛だ、似合ってるな。お、意外とエロい。あ、鼠径部が、にしても胸がないな。バカ、そこがいいんじゃないか。どうですかこの水着。めっちゃエロいと思います。あのチラッと見えてる鼠径部、あとこのイカっ腹、すごくいいと思います。え、すごく似合ってるよ。かわいいよ、かわいい。お胸だね、おかわいいこと。水着の印象聞いてるのに水着より中身の方が可愛いんだからしょうがないだろ。ごめんけど嬉しいです。その表現、小さくてもいいって言ってもらえてるみたいで。もじゃないよ、小さいからいいんだよ。もちろん大きいのもいいよ。父に大小の寄せんはない。写真撮るよ。はい。プールサイドにカメラの持ち込みっていいんだ。ハッピースマイル。いやー、浄化されてしまう。あ、動か、お、すげえ。あ、そうだ。いや、ちょ、待って、前の時さ、ちょ、待って、よし。サネハラの時は全く写真が撮れなかったからな。いやー、いいね、かわいいよ。この水着姿をクリア後に好きなアングルから撮れるってことでしょ。今はねちょっと時間がないから正面からの写真で落ち着いたけど、落ち着いたら後ろから見よう。よし、じゃあ泳ごっか。はい。もう俺は舞ちゃんに溺れそうだよ、なんつって。あいや、でもいい、ケツが取れたから。何をしようとしたのかを最後まで見たいな。これ続き見れないのかな。こういう動く写真が舞ちゃんは多いよね。サネハラはじっとしてたけど、ダバダバ動かれるとな、どこが一番のシャッターチャンスかって迷うよね。それそれ、あ、やめろよ、カメラにかかるだろ。
つだ。どこ？あ、流れてきたのか。これはさ、あのこっちを向いてるところがシャッターチャンスだったな。くそー、タイミングが難しい。正面を向いてるところを撮りたかった。正面っていうのはカメラの正面のことね。動きのある写真っていうのはやっぱり1枚しか撮れないのは厳しいよね。連写したいもんな。そこはラブ R に軍配が上がるわ。気持ちいい。意外とあるじゃん。なくはないよな。いや、ここだ。専属カメラマンだな。トロピカルドリンクは舞ちゃん買ってきたのかな。当プールのサービスとなっておりますって感じかな。プールを独り占めって感じです。さすがにこれは写真撮れないよね。どこにいるか分かんないもんな、主人公。ははははは、撮れんの？どこにいんの主人公。これかなり高い位置から撮ってるように見えるんだけど、これどこだ。しかし流れるプール、水の流れが結構急ですが、これだとどこにいるか分かんないよね。なんか、あ、やばい、エロいんだ。よくわかんねえ判定が。水着写真はすべからずエロいと思ってたんだけど、これだけエロいの？なんだろうね、肌色率の高さによってエロティック判定になるのかな、 YouTube みたいに。ああ、だとしたら納得だね。カノンがエロいのは。こうしてあっという間に一日が過ぎていった。楽しかったね、舞ちゃん。はい、夏も、もう終わりですね。そうだね、残暑、厳しいけど。帰りたくないな。うち来る？二人で遊んでるとあっという間に一日が終わっちゃったね。先輩。はい。何でしょう。チュー。また来年も一緒に来てくれますか？もちろんだ。断る。これは選べないな。選んでみたいけどな。いや、モロチンだよ、舞ちゃん。絶対ですか？絶対だ。嬉しい。約束ですよ。来年か。少しは大きくなってるかな。大きく？胸とか背とか。舞ちゃん、気にしなくていいんやだい。俺はチッパイも好きやで。だって水着だってあのエッチな本に出てる女の子みたいなセクシーなの着てみたいけど。その本返してよ、人のだぞ。ちっとも似合わないの分かってるし、背だって私クラスでも小さい方で、身体操部だと一番小さくて。舞ちゃんの方が実原より身長はあるんだよね。実原が一番ちっちゃいのかな。カノンよりは大きいのかな。で
もあの身長であの巨乳っていうのが反則だよな。それから部の他の子たちや先輩方みたいに背が高くてスラッとした体型に憧れます。それだとそのツインテールが似合わなくなっちゃうよ。舞ちゃん気にすることなんてないよ。舞ちゃんは童顔でそのツインテールだから背が低くてもちっぱいでも許されるんだよ。背が高くなってキリッとしてスタイル良くなっちゃったらそのツインテとロリ顔似合わなくなっちゃうでしょ。これから背が伸びるかもしれないし胸が大きくなったりならなかったりしろ。けど大きくなってもならなくても舞ちゃんは舞ちゃんだし気にすることなんてないんだ。今日もいっぱい写真を撮らせてもらったけどすごく魅力的だと思う。舞ちゃんは舞ちゃんらしくあればいいんだよ。呼び捨てするとこだった。先輩そうですね、気にしたって背伸びしたって背が伸びるわけじゃないですものね。お、いいこと言った。私背伸びせずに頑張ります。自分なりの美を求めていきます。先輩これからもそばで応援してくれますか。はい、好きです。ありがとう。好きだ、大好きだ。先輩今日はありがとうございました。とっても楽しかったです。あ、舞ちゃんまだ時間ある？ありますけど。連れて行きたいところがあるんだ、一緒に来てくれない？はい、行きます。どこへだってついて行きます。ん、今どこだって行くって言った？じゃあ、はい。手を、これはイケメンの所作ですね。僕にはできないな。こっちだよ。先輩ここって商店街の裏じゃないですか。商店街の裏には何があるの？歓楽街、大人のお店。こんなさびれたところに連れてきて一体何を？まあまあ、こっちこっち。はい、ここを通った方が近道だからな。この道ってエッチなホテルがいっぱいある場所へ続く。エッチかね、やるな。まさか、ぐへへ。舞ちゃんが逃げ出さないってことは合意と見てよろしいですか？いいな私、けど男の人がエッチなのは当たり前。このゲーム意外とエッチだよな。けどキスもまだなのにいきなりそんな。そして舞ちゃんは意外とむっつりだよな。先輩エロ本返してくんないし。どんどん私を引っ張ってく。私どうすれば。舞ちゃん、はい。ご休憩でいいかい？あんま金ないんだ。先輩目を閉じて。目を。キス待ちやんけ。キス待ちですよこれ、ホテルの前で。どういうこと目を閉じさせたのは何なの？写真撮りたかっただけ？証拠写真、隣のホテル写してくれさ、証拠写真しようよ。ね、これ
ああ、いいね。はい、これ。学校にばらまかれたくなかったら俺の言うことを聞くんだ。ちょっと失礼。失礼、ママンから電話でした。よし、写真も撮ったし、この好きに買ってくるぞ。何を？キス待ちの女の子を放置してどこに行くんだお前。先輩、ドキドキしますね。かわゆい。じらさないでください。今だったらいろいろいたずらができるんじゃ。私初めてなんです。優しくしてね。けど先輩とならどこへだってついていきます。何を妄想してるのか知らないけど、ファッションホテルの前で目をつぶってキス待ちしている女の子って可愛いと思いませんか？だからあの写真は有効利用できるぞ。こんなに散らされたら私どうかなっちゃいます。先輩やばい、おっきしてきた、ムクムクしてきたよ。心がね、心の話ね。ちょっと待って、さっきのさ、あの猫なで声をもう一度。先輩ひーちゃんやばいな。ごめん、もう目開けていいよ。はい、これ手に持って。何買ってきたの？これって熱々で冷え冷えのソフトコロネじゃないですか。それを買いに行ってたの？これ食べたいとか言ってたんだっけ。よく覚えてないけど。そう、この先の路地の店が始めたんだ。場所が悪いからあんまり知られてないんだけど、ネットで見つけて。それって開けたコロネパンにソフトクリームが乗ってるわけだから、甘いものと揚げ物が好きな舞ちゃんにぴったりだよね。そうなんだっていうか、これ食べたいっていう話はしてなかったのか。選考会も終わったし、たまにはカロリーが高くてもいいだろ。はい、嬉しいです。私、先輩にこんなに大切にしてもらえるなんて。ほら、溶けないうちに食べて。食べさせてあげようか。はい。リッチもリッチだしね、ちょっとドリームなクラブっぽいでしょ。眼球とかほっぺたとかにつけようぜ。甘くて美味しいです。なんくいいだきゅ、なんだろう、なんて読むんだろうな、後ろのやつ。よし、既成事実だ。バッチリ映ってるぞ、舞ちゃん。これはいけない気がする。場所もね、分かっちゃうからね。よし、エッチじゃないんだね、これはね。ま、背景はエッチだけど、舞ちゃん自身はエッチじゃないからな。いやー、ファッションホテルの前でソフトクリームをペロペロするミニスカートのツインテ女子、すごくいいです。普通だったらこんなところでさ、ソフトクリーム食べようとかってならないでしょ。程よく温まったソフトクリームが口の中でとろけちゃいます。とろけちゃいまひゅー。先輩も一口どうぞ。お、いいんかい？あ、いいの？全部は食べきれないです。そっか、じゃあ。んぐ、お、うまい、ティリッティリー。
ですよね。先輩、ありがとう。こういうのがやりたかったんだよ。食べさせてあげるんじゃなくて食べさせてもらうっていうのがさ、やりたいんだよ俺は。いやもちろん女の子の顔にソフトクリームを塗りたくるっていうのも趣があって意図おかしなんですけど、いやーよかったね。じゃあ終わります。また次回よろしくお願いします。お疲れ様です。